じゃあ今日は、このまま部内線の方を進みたいと思いますのでよろしくお願いします。今日はお二人にお願いしたいと思います。ルールは、ワンセットマッチのノアドでガチガチのシングルになるので、まあ、ちょっと風が強かったりコート滑ったりっていう悪条件ではあるんですけど、本番の試合でこういう環境になるかもしれないのでそこはしっかり、対応してやっていただきたいなと思います。そうなんだよ。ああ素晴らしい。この高さ使われ始めるとちょっとやっぱ崩されてる。高さってシングルスの方が得意なんですか？なんかシングルスの方が好きって言ってたけど、なんかその時はダブルスの方が。ストレーターだからどっちも強いと思います。ほぉーマジっけ。さあね、打つ側としたらね、やっぱああいう感じは苦しんでる感じしないから、もっと打たなきゃなとか思っちゃうね。コースついたりとか。ワンセットの先ブレーク結構深いな。弾んでから早いですね。早いね。すごい。多分これが普通だと思うんだけど、うん、さっきのサーブ普通に山本さんが返したのが結構やっぱエグい。うんずるいよね。ずるいよ。背高いからボールの軌道的にも、うん、結構な確率でありそうな、そうだね、感じですね。作られるとやっぱきつい。きついですね。いやだね、あの左利きの速いサーブとさ、スライスのサーブ回されるのきついよね。ファースト入るだけでだいぶきついですね。うん、バック得意なの？どっちも得意でしょ。どっちもさ、あのなんつうの、たまじゃあ、いけるよ。バランスが良すぎる、マジでね。
対してどういう風に攻めていくのかっていうのが結構低いラリーに、うん、ゆうきさん得意そうな、確かに確かに、うん、ちょっと高さ変えて、うん、そうなのに得意そうだったフォアで本番作って、しまった。あれでしょ、あんだけ安定してる中にあれを混ぜられたらもうしんどいね。あれが入んの？しかも。
げえな。大変だこりゃ。大変だよ。部内戦。そうだよ。みんな俺だけなくて。本当だよ。本当だよ。俺昇格したら誰だよ。確かに。たっちゃんより引き立てるところ。たっちゃんより行こう。そうですね。あの僕が、ワンブレイクされて、2-3 なんですけど。ちょっと自分からのミスが多いかなっていうところあるかな、感じているので、この後はそこを修正していきたいなと思います。まあ、取られたポイントと取れてるポイントがはっきりしているので、まあ、単純に僕がミスが多ければ、まあ、特に1本目のミス、リターンミスとかダブルフォルトが多かったゲームに、失ってるっていうところがあるので、まあ、そこだけクリアしてれば今のところはゲームが取れてるので、現状はじゃあそれを維持しつつ、なのでやはりファーストサーブとリターンを集中してやっていきたいと思います。2人ともセカンドがいいんで攻めづらいですね。確かになんかポジション前行きたいけど、2人ともベースラインぐらい行けねえだろ。俺行けないよな。嫌いなんですよね。ちょっとそうなんですよ。なるほど、入ってるんだけど、しかもいいとこで。山本さんとしては結構欲しいところでポイント取れてると思いますね。やっぱサーブ側の時が、強いですね。そうだね。気持ち的にもなんか楽そうだよ。自分の気持ちなんですよ。わかるよ。
強いね。やってることは結構シンプルなんだけど、単純にクオリティが高すぎて強い。そうだね。いや逃げたくなっちゃうよね。ちゃんと無理しないでやらせに来た。早くないわね、ちょっとやつなんで。そうなんですよ。僕本気でやってるんですよ、みたいな感じで決められると結構メンタルやめた。バコられて決められるとかまだ。ただサブだったらわかんない。これマッポですよ。強気みたいな感じで。Thank you.
で、ボードタイムレで、はい、すみません、タイムレで。激ゼリー。お疲れ様でした。はい、ちょっとお二人に今日の対戦の感想の方。そうですね、結果、まあ、負けてしまったんですけど、結構分析に優れてるかなというところと、あとはそもそもあります、ね、なんか球の質だとかそういったクオリティすごい高い選手だなというふうに感じているので、そこで自分がどれだけフットワークと、まあ、あのアイディアで食らいつけるかなというところだったんですけど、ちょっと今一つ必ず悔しいです。としては勝てはしたんですけど、かなり自分の中でも浮き沈みが激しいゲームでした。で 5-3 の 30-40 かで、そのゲームで締めれなかったっていうところで、本当に気持ち的にちょっと沈んでしまったっていうところもあって、それを引きずっての 5-5 で最後タイブレーク3まで行ってしまっているので、そこは本当に反省するべきだと思いました。ありがとうございました。我々もあの外から見てても本当にハイレベルな試合だったと思うので、まだまだ続きますので頑張っていきましょう。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。